はい、再び、どうも。はい。まあいいね。さて、今日のつまみ持ってくるんだよ、今日のつまみ。メインはスティッカー、でも YouTube でも、YouTube ライブやりながらね。今日もね、仕事終わった後 YouTube ライブちょこっとやったけどね。なんとかできるね。すっと飛び出たけどね。その点いいんだから、登山の時ね、一部ね、なんだっけ、七つ石小屋のとこがちょこっと入るんだよね。あの下、七つ石小屋の手前のところは、多少電波入る。あそこでちょこっと YouTube ラブやるかもしんないから、ね、やりたいやる。それで、そういう時。一応パソコンはね、録画用に持ってくけどさ、普通、登山だからそんな、持ち歩かないからさ、ね、すぐ奥にしまっちゃうからさ、だから、ね、ちっちゃい、手前のところ入れとけばスマホとか、スマホでだから、なんだっけ、当日、登山の時は、奥多摩の駅はあそこ、完全、電波入るからね、あれ。山の方行って入んだけど、だからあそこで、今日これから登山行くよって感じでね、ちょこっと YouTube ライブやると思うけどね、スマホでやろうと思ってます。それで、そう、だからよかった。なんとか。なんだ、一応コメ、YouTube ライブのあのさ、アプリのさ、とこ見るとさ、パソコンなきゃできないようなことで書き込まれたけど、できたけどな、一応。ちょっと不具合あるけどさ、普通パソコン、僕はできました、あれ。スマホだけでやって、多少起きたりもしたけどさ、いつはパソコンできないでも多少は、家帰ってちょっと経ったら、自分とかアップされてたし、大丈夫よ、あれ。なかなかいいよね、あれね。スティッカーも早くね、スティッカーもさ、全然やんないんだもん、そういうの、アプリに。スマホのいいとこはさ、まず、充電が早いとこだよね。やっぱこんなちっちゃいもんだからさ、やっぱパソコンと比べるとやっぱ全然早い。そこがいいとこ、ね。そこがいい。そこがいい。だからいいよね。まあでパソコンでも今も使った、なんだっけ、Asus の eBook はさ、X205 ってやつは、これ。結構早いんだよね、充電が。それも嬉しい。あ、こんばんは。どうも。井上さんどうもね。あ、そう、今日のつまみ持って、もう今日はもうね、バドワイザー。安いビールでおなじみのバドワイザー。参考缶だっけ、これ。ね、日本ではキリンが流行ってるやつね、これ。これはもう自分で買った。ね、安いんだもん、これ。なぜかいいね。セブンイレブンだと、税込み204円なのね。なんだろうね。まあ、わかんないね。いろいろあるのかな。なぜかわかんない。なぜか。他の小売店で同じこの缶の見るとね、ちょっと普通のビールの値段なんだ、あれでも。なぜかセブンイレブンだと安いんだ、これ。知ってる人は教えてください。バドバイザーがセブンだとなぜ安いのか。教えてください。僕検索したけど分かんなかったんだ、あれ。知ってる人は教えて。セブンイレブン、あ、セブンだけじゃないけど、一部の店舗ではさ、バドバイザーがなんかビールのはずなのになんか安いんだよね、これ値段がね。なぜなの？それ知ってる人。あ、こんばんは。そう、バドバイ安いビール。こんばんは。安いビールだから、これ。バドバイザーは、一応ビールで売られてんだけどさ、発泡酒としてではなく、ビールとして売ってんだけど、まあ、缶見てもわかるよ。発泡酒とか書いてないもんね。でも、税込み204円なの。普通、ビールは200円。あともう2、30円高いんだよね。通常ビールって。なんで安いのか。それがわかんないんだ、僕。検索したらその辺わかんない。全然わかんない。なんで安いの、これ。まあ、店によってなんか、セブン以外だったら結構単価高いんだよ、これ。なんでだろうね。わかんないね、これな。ルルツーのいろいろなんだろうね。いろんなつながりがね。まあ、いや、安いから買ってます。これで204円。普通のメーカーもんのビールだったらさ、ね、か200、もう、3、40円一周するもん。まあ。バドワイザー。日本ではキリンビールが販売してますね。飲もうか、ちょっと、まあ、つまみ持ってない、つまみ。つまみ持ってこよう。もうまず一杯飲んだぞ、ほら、つまみね。今日はね、夏目暑かったしね、これね、木綿豆腐だ。冷ややっこ食べよう、冷ややっこ。見えるかな？冷ややっこ。まあ、賞味期限切れじゃないよ。ね、木綿豆腐。ちょっと作って、冷ややっこもしてくる。
今日は冷ややっこだ。豆腐をね、これ一丁ね、今日はね、豆腐一丁ね、こんな感じね、はい、8等分にして長ネギかけて、で、生姜はこれおろし、なんかキューブのハウスのやつ、生姜です。ハウスの生姜、ピニュこの辺にも入れて、生姜入れて、で、かつお節、まあ、定番かな、普通の子で、かつお節、ああ、いい香りしてきた。生姜、ね、かつお節と、こんなもんでいいかな、生姜と長ネギ。じゃあ、これに醤油かけて食おうか。これに醤油かけて食います。ちょっと醤油持ってくんね。このままでいいかな、このままで、はい、じゃあ、シャーヤッコです、今夜は。ちょっと、もう一本持ってこうか、もう一本。じゃあ、シャーヤッコと、もう一本に、こんな感じでいただき、じゃあ、いただきます。いいね。で、2本目。こんばんは。じゃあ、バドバイザー、2本目いきます。いつものグラス。よし、ややっこで。しょうがい。うまい。もう一品持ってこう、もう一品持ってこう。もう一品は出来合いのもんで、セブンの出来合いのもんのね、これだ。もう一品はこれ。アジの南蛮漬け。もう200円ちょっとぐらいのやつ。豆アジの南蛮漬けね、これね。いいかな？これいきます。で、お皿。さあ、この人参と大根の生酢に入ったね、南蛮漬けだからさ、小焼きとか唐揚げにしたのを甘酢につけたやつ、こんな感じだね。これ200円とってね、人参、大根、生酢、大根、玉ねぎだ。うまっ。
ちょっとさ、キーナンバーで、キーナンバーはこのアジがさ、鳥になったやつね。うん。ナンバー付けってそうよ。最近さ、メディアの影響でさ、キーナンバーが有名だけどさ、ナンバー付けって。でもアジのナンバーは結構そこそこね、そうよあれ。ちょっと前はそうよあれ。メディアのテレビの影響力だろうな。影響でキーナンバーが有名だけどさ、ナンバー付けっていうのはさ、アジのナンバー付け結構有名だからね。小アジの唐揚げしてね、これも結構有名だから。もともと鳥同様に小アジもそうで高いもんじゃないからさ。もともと日本はさ、こっちの方がメインだと思うんだ、僕の幼い頃の記憶だと。キーナンバーよりもね、アジの、小アジの小さいやつあるじゃん、あれ。あれを唐揚げにしてナンバー付けにする方がね、僕の幼い頃の記憶じゃねえ、キッチンナンバーよりもこっちの方がメインです、僕は。最近ではメディアの影響でさ、キッチンナンバー付けではキッチンナンバーだけど、僕なってるけどね。僕はね、ナンバー付けてたらね、アジのこれだよ、これが。メインですね。あ、どう、あとは冷ややっこね。セブンのナンバー付けと、これ。これだけ、冷ややっこ。うん、まあ、いいね。おいがいいな。もう秋がついた。でももうすぐだ。だってもう3日でしょ。で、4日、明日、4日、5。今週3日行って、木金堂で2週あって、あと週明け3日行けば4連休だね。11金。山の市だから多分ね、ちょうどいいね、僕。山の市に行く。もう登山行きます、登山。雲取山行くよ、2回目は。今回2回目だからね、なんとかね。楽しいよね、登山って。団体で登るとさ、やっぱ迷惑かけちゃいけないとかでさ、ダメなんだけどさ、一人のいいとこは本当、自分のペース登れっから、それはいいのよね、一人だとさ。一人登山のいいところ、自分のペース登れっからさ。それがいいんだよ。一人だとさ、ねえ、自分のペース登れて。僕の途中の 2000m ぐらい山だからさ、雲取山って辛かった。途中でさ、休んでいいんだ。それでもそれでいいのよ、自分の登れるペースで。見客でさ、元気な人はさ、5時間登っちゃうけど、絶対無理なの。僕トータルで8時間とかかかっちゃうけどさ、それでもいいよ。僕は登りたいペースで、自分のペースで登る、それでいいんですよ。人はそれぞれお互い様ね。上もあれば下もある、それでいいですよね。上も下もあるけど、みんなお互い様、その考えを忘れないこと、それが大事ね。人はそれぞれお互い様だからさ、ね、人はそれぞれお互い様ね。うまいね、これね。しょしややっこです。上も下もあって当然ね、いあるけどさ、まあ、それはそれぞれみんなそうだろう、どんな人間も。うまいな。こんばんは。そう、自分のペースがいいだからね、一人登山のがいいわけ。誰かと一緒だったらさ、結局さ、その人の迷惑かけないようにってさ、焦っちゃうかというと、それが結局大事故のものなんです。一人の登り、僕富士山が、僕何度も言ってますが、富士山も自分のペースで3回登ってますんで、一人で。大丈夫よ、そんなの。登りたいように登りいいんだ、ほんと。登山で一番危険なこと、それは団体で登ること。複数人数で、2人以上だったら結局誰かに合わせなきゃいけないってことでさ、結局それがすごい精神的で、すごい負担になるわけ。
それが大事故のもとなわけ。一人だったらさ、自分が登りたいように登れるんだよ。これですごいんだよ。はい、こんばんは。はい、今夜はバドワイザー飲んでます。はい、バドワイザー。つまみは冷ややっこ。とセブンプレミアムのな小脇の南蛮漬け、こんな感じで、よくないけどね。そうやれる人もいる、実際そう。よくないよ、そうやって。でも、そういうことやる人もいるんです。それで、それを やられる人もいるから、しょうがないよね。どうも。前の豆腐ね、冷ややっこです、今日は。2つ目に持ってこようか、ビール3本目。もう2本で3本目持ってくる、3本目。応援ありがとうね。じゃあ3本目持ってくる、3本目。はい、3本目。シャバドバイザー。やっぱ夜薄いよね、バドワイザーね。昨日と比べてそうでしょ。乾杯。うまいね。うまいじゃないか。おっぱい見たい人は僕のソープ嬢だけです。僕のおっぱい見れる人はソープの女の子だけだよ。ソープの女の子。かわいいな。ほんとお金あったぞ。やっぱソープランドで、こんな僕でもさ、ソープランド行く場はさ、ちゃんと味をさせてくれんもんな、かわいい子がさ。やっぱソープランド嬉しいな。だから宝くじ当たったら行きたいね、ソープランド。来てるよ。冷ややっこ美味しいよ。大丈夫、見てる。美味しいよ。コメント見てるよ。冷ややっこ美味しいね。分かってるよ。たまにおっぱい見せてよ。だからおっぱい見たい人はソープランドになってくださいね。あとこんだけだ。冷ややっこ。ね。
長ネギと生姜と鰹節ね。うん、うまっ。どうもね。これで豆腐はおしまいですね。豆腐はおしまい。あとね、これもちょっとおしまいだ。うまいよ。うん。溶かれないよ、そのまんまです。うん。うん、溶かれないよ、うん、うん、これ生姜入れ、これと混ぜちゃったらうまそうだ、これ長ネギ生姜も南蛮漬けの方で入れちゃう、全部これで食って、これ南蛮漬けうまいよ、うまいよ、おいしいよ、うん、今日すごい、3本飲んじゃった、あー、熱いビールうまいね、うん、外のお店入んないからね、僕はね、外のお店入る場合はある日、この間みたいにさ、職場のやつでとかだけ普段は僕これ家でしか飲まないし、外で飲む場合は本当はアウトドアなんで僕は、うん、だから別に値段はそう高くないし、やばいね、こんばんは、どうも、最近こいつも増えてきて、なんか俺昨日もそうだもんな、うん、やっぱやっていくと多少は人増えてくんだね、毎日ね YouTube ライブやってるからね僕ね今ね、うん、YouTube ライブいいよね、 YouTube ライブのいいところはその上げた動画すぐちょっとしばらく経つとそのままデフォルトだとそのまま YouTube にアップされるの、それが嬉しいね、うん、おいしいよ、おいしいよ、うん、アジの南蛮漬け、怖い、今日早かったからな、よかった、散々飲んでもまだ10時になるとこ、なるとこ、よかった、僕もここまで来てくれたね、いろいろあった、いろいろあったけどさ、なんやかんやあったけどさ、なんとかここまで、いつも思うよ、44歳、うん、平均寿命から言ったらもう半分は生きてんだもんね、
平均80ちょいだもんな。よかった。44まで生きてくれたら別にいいやって感じがする、僕は。44まで生きてくれたんだもんな。どうせいつか死ぬんだからさ、それでいいんですよね。生きてる間、生きていけば、それで生きていく間はさ、生きていくために多少働きながら生活しかせいで、それでいいんだよ。あ、こんばんは。どうも、こんばんは。どうも、なんでしょうか。おいとか言うなよ、おいって。敬語使いだな、敬語ね。ああ、わかった。コメント見てるよ、見てる見てる。コメント見てますよ。見てるよ、大丈夫よ。大丈夫よ。コメント会社してますよ。してるじゃん、ちゃんと。それちゃんと聞け、本当。ちゃんとコメント会社してるからね。コメント会社できないんだったらやるなって言ってるけどさ、やってます。コメント会社やってっからね、僕はね。これは秋のナンバーズでね。はい、おいしくいただきました。豚ババアと許せないんだ。僕は許せなくないよ。お互い様だからさ、いろんな人がいるから、いろんな人がいるから、別に僕は許せなくない。まあ、しょうがないよ、いろんな人がいるから。もう許せない人間っていないですね。まあ、南蛮漬けも美味しくいただきました。いつも言ってるように、人はそれぞれお互い様、それを忘れないこと、それを忘れなくても大丈夫。別にどうってことない、別に。感情なく、それは僕は、もともと愛を感じようと思わねえから、あんなもんに。人の動画をさ、パロディってるやつらにさ、そんなもんかかる愛を感じようと思いません、僕は。パロディ化する時点でさ、そうでしょ、あんなもん。独自性がねえんだからさ、ね。そんなもんもともと愛を感じようと思いませんから、なくたっていいです、別に。別に。勝彦さんのことをさ、パロディしてるだけの人間と思ってるから、あいつら。だから僕、分かった？もう、もともとあいつらに、家石田にさ、愛を感じようと思うな、あんなの。人のことをパロディしてるだけなんだから。僕はそういう人間よ。だから、ね、別に構わない。好きにやってください。いつも言ってるネット配信、ネットを楽しむからにはさ、そんなもんは、どうってことないよ。気にしない。好きにやってください、別に。僕も好きに動画配信やってますんで。パ
パロディするんだったら好きになっていいからね。どうってことないよ、別に。すべてのネットに目通してませんから、僕は。昼間、一応僕だけ働いてますんで、そんな期間ありませんからさ。やってください。パロディするんだったら好きになっていいよ。別に僕は目、まだ目通す時間ないからさ、やりたい人にどんどんやってくださいね。別に悪意があかろうがなかろうがどうでもいいです。やりたいやって僕はどうでもいいです、そんなもんは。とにかく僕は日々生存確認をやってんだけだからさ。はい、こんばんは。どうもね、こんばんはね。生存確認の一環として、今夜もね、おまたのこと考えながら飲んでますよ。もう今日はこれ、バドワイザーの参考缶をね、3本飲んでるよ。3本。じゃあ最後、つまみ食いながら、もうつまみも終わったし、じゃあ最後に1本いこうか。最後の1本。最後の1本いこうか。僕はこういう人間だよ。わかったかな？今日早かったからね、もう。じゃあ最後の1分行こう。何度も言うけど、家石田さんのこと悪く言わないでくださいね。悪く言うんだったら見ないでください、あの、ね。登録とかしないでください。僕のことをさ、家石田さんはさ、パロディにしてさ、ぐちゃぐちゃ悪くやって扱ってるって思う人は見ないでください。登録しないでください。それでいいんですよ。だから文句とか言わないで。そう。家石田さんもさ、家石田さんだけ一生懸命やってんだからさ、ね。見たくない人は見なくていいんだからさ。分かったね。何度も言う、本当。僕も見てるんですよ。それが動画なんだよ。だから見たくないのが見たくて、僕の動画もそうだからさ、見たくない人は見たくていいからなのね、別に。そう、見たくない人は見なくていいからさ、別に。それが動画ね。テレビもそうだ。文句言う前に見たくないのは見るな。そう、それでいいんですよ。だから僕はわざわざ悪意のある書き込みにはコメントを返さないからね。さあ、じゃあ最後の1分いこうか。この心、こういう心づもりがあるとね、生存確認が毎日続けられるんだよ。好き、分かったね。何やかんや、もう10年ぐらいやってもね、毎日生存確認ね。何やかんや言って。外野が何を関係ねえもん、こんなもん。所詮一人でやってんだから、こんなもん。好きなこと書きたい人は好きなこと書いていいからね。書いていいよ、別に。僕、覚悟の上でやってますんで。これ配信できればそれでいいんでね、僕はね。どうもね。はい。じゃあ最後の1本いこうか。最後の1本。ね、どうも。メインは YouTube ライブで。ああ、もう30分以上やってんね。ちょうどいいじゃん、10時前で。じゃあ最後の一本。最後の一本持ってこよう。最後、今日はバドワイザーです。バドワイザーかっこよく。おー、いい感じだ。はい、乾杯。さあ、じゃあ、今夜の最後の一杯です。はい、乾杯。
うめえじゃねえか。うめえじゃねえかよ。4本か。今日飲んでね、これ。3号缶だよな、これ、3号缶。なあ。4、700、1400。大瓶換算すると2本。2本半か。結構飲んでんね。大瓶は633だからね、大瓶は633。ついね、この大瓶換算しちゃうね、これ。なんか習慣かな、これ。缶はなんかピンとこないからさ、ビールって言ったら大瓶だからさ、大瓶の633に換算しちゃうね、ついてね、うん。大瓶換算。500の缶って多いよ、大瓶1本より少ないからね、あれ500だからね。で、大瓶1本633だから。ね、633。633だよね、大瓶はね。中瓶か450、ね。最後そうだ。小瓶か3、そうだよね、確かね。そうだけど。最後そうだよね、あれ。中瓶しすぎないな。あんま買わないからな。大瓶しかないからな。あ、こんばんは。どうも。じゃあ、バドワイザーのビールです。バドワイザー。もう3号缶を4本、4本目です、今これ。今日も中折禁止 T シャツ着てます。なんかもらったやつね。中折禁止 T シャツ。中折、確か中折はまずいもんね。あんまりこれもらい物ね、もらい物。美味しくいただきました。じゃあこれで缶ビール3号缶4本でした。結構飲んで、じゃあ今日はこの辺で終わろうか。どうもありがとうね、皆さんおやすみね、うん、今来たと録画見てね、もうね、 YouTube アップされますんでね、今来た人は録画を見てください。おやすみなさい、ありがとうね、おやすみね。うん、もう終わるよ。もう1時間やってっからさ、1時間やね、もうだってもう40分やってっからね。ごめんね、また明日。明日ね、おやすみなさい。いいかな。また明日も夜が明けて仕事のもう10時だしね。おやすみ。おやすみなさい。